君を巻き込んですまないと思って。もう事情を話してくれてもいいでしょ。この子のためだ。あなたの子さん。俺に汚い仕事をやらせたがってる奴らがいる。早く助けないと娘は殺される。その仕事をやったら。いや、どっちみち殺す気でいるのは分かっている。俺にとってジェニーは全てなんだ。君はもういい。私にも手伝わせて。炭素を調べろ。 OK。 クックだ。ベッドを乱すんだ。君はサリーと楽しんでた。ドア開けろ。いや、何？サリーはどこだ？バスルームよ。お前は？ルームサービス。ドアを開けろ。脇へどきな。もうやだ、夢なら覚めて。二人ともやりすぎだわ。ねえ、こんなもの見つけたわ。これ見て。なんだ？飛行機専用の燃料会社の発送表よ。いいえ、個人用の小型機専門よ。なぜわかる？私が通ってる飛行士訓練学校もここから燃料を買ってるの。この住所には大きな倉庫が多い。そのどこかに飛行機を隠してるんだ。この車を使おう。奴にはもういらん。コマンド、繰り返します。コマンド。ここがそうね、パトリア工業とある。向こう側へ待って俺の合図を待て。分かった。シンディ、ここよ。入れ。それでジェニーは？手がかりはなんかないかしら。見て、この写真、水陸両用機だわ。ええ、さっきの荷送り場。やっぱりこの燃料は水陸両用機用よ。250ガロンといえばこの飛行機で島までの往復にぴったりの量だわ。燃料の補給はパシフィックふ頭の33番で受けてるわ。サンペドロよ。島まで時間にしてどのくらいだ？約2時間。パシフィックふ頭へ行くの？いや、まだだ。じゃあどこへ？買い物だ。買い物？わあ、それは何？ロケットランチャーだ。行け。どこで使い方を習った？説明書を読んだのよ。コマンド、繰り返します。コマンド。あなたは誰かに野蛮だって言われたことない？ああ、無事飛ばせりゃいいけど。見回りが来た。大変。ああ、ダメ。どうした？こんなの飛行機じゃないわ。羽のついたカヌーよ。だったら漕げばいいだろう。そんな。早くエンジンをかけろ。わかったわかったわ。やだ、こんな古い飛行機初めてよ。早く。ケーキもまるっきり違うんだもん。セスナしか飛ばしたことないのよ。やってるわよ。オッケー、飛ぶわよ。ああ、ダメ、ぶつかる。あ、落ち着け。脅しじゃないわ。連中本当に撃ってくるわよ。ロスからの民間機はみんなここを避けてるわ。相手は船なのよ。海面スレスレに飛べば波がカモフラージュしてくれるかも。降下しろ。いいわ。早く行くわよ。メッセージは覚えたな。コマンド、カービィ、コードレッド、座標ね。オッケーよ。奴らが俺を見つけるまでは無線を使うの。どうしてそれがわかる？島がドンパチ、賑やかになったのだ。気をつけてね、メイトリックス。幸運を。コマンド、繰り返します。コマンド。こちらは WX-448、 フランクリン・カービィ将軍に緊急のメッセージがあります。どうぞ。繰り返す。カービィ将軍です。どうぞ。